今回はね、稼げない人の5つの特徴みたいな感じにしようかな。まあ、この5つに入ってると、多分おそらく稼げないよみたいな。ちょっと5つ、ちょっと絞り出します。まず1つ目が、ノウハウを探してる人ですね。1、ノウハウを探してる人。まあ僕もそうだったんですけど、ノウハウを、なんかその儲かるノウハウですよね。なんか結局そのノウハウを探してるので、なんかね、なんか結局そのノウハウを探してるとどういう考え方になるかっていうと、あ、このノウハウは俺に合ってないな、合わないな、みたいな。要は合う合わないゲームになるんですよ。で、基本的にほぼ合わないっていうね。で、ずっとノウハウ、まあだから俗に言うノウハウコレクターにもなるんだけども、ノウハウ探してるじゃないですか、儲かるノウハウね。で、合う合わないとかで決めるわけですよ。で、ほとんど合わないんですよ。合わないっていうのは何かっていうと、うまくいかないんですよね。なぜならば、なんだろうな、その自分で稼ぐ思考がなくて、ノウハウ頼りというか、このノウハウさえあれば、このノウハウさえあれば稼げるみたいな考え方なので、なんだろうな、ちょっとやってもね、あ、なんか合わない合うで決めるから、まあそれがね、フィッティングして合えばいいんだけど、でもその確率は非常になんか宝くじ探しかなっていう。だって今めちゃめちゃいろんな情報あるんでね、いろんなノウハウ、いろんな稼ぎ方あるんでね、その中で自分に本当に合うものを探していく宝探しゲームみたいなもんで、まあ宝探しがね、なんだ、こう、引ければいいですけどね。でも僕のまあ相談に来るお客さんは引けてないので、結論。10年間ノウハウ買ってきたけど、引けてないっていうね。まあ一番マックスは2000万ぐらいですかね。2000万ぐらい買ってます。なんか話を聞くと2000万ぐらいは買ってんじゃないかなって、どんどん膨らんでるんですけど。前はね、1000万ぐらいだったんですけど、なんか今、最近はなんか2000万ぐらい買ってると思いますみたいな。隠してましたね。まあ、多分僕が知ってるお客さんの中では、その2000万クラスのノウハウ買いまくってきてる人が多分トップですかね。ノウハウコレクター、日本代表って言ってるんですけど。だからまあ、要はノウハウを探してる人ですね。ノウハウを探す。あ、ノウハウさえあれば、これさえあれば稼げるって思ってる。そういう考え方の人。で、そういう考え方だから、ノウハウを常に探してるってことですね。で、合う合わないで決めてると。で、2つ目が、2つ目が、結果に対しての受け取り方かな。結果に対しての受け取り方。まあちょっとこれ難しいんですけど、なんだろうな、例えば1億円っていうお金も、結局その分解すると、まあ1億円でもね、100億円でも何でもそうなんだけど、分解すると1円の積み重ねでしかないわけじゃないですか。で、結構その、まあキャッチコピーとかは1円稼ぎましょうって言ってるキャッチコピーはほぼないので、まあ基本的にその、たったなんちゃらでなんちゃらとかね、たったなんちゃらでなんちゃら系ですよね。まあそういう副業探してる人、そういうのに反応すると思うんですけど。で、要はその自分が100万とかね、何万、何十万とかね、何百万とか欲しいってなってる。てか、そこを目指してる。で、自分の結果が、小さい結果が出たとするじゃないですか。100円とかね、1000円とか。こう、たった1000円かみたいなね。たった100円かみたいに思っちゃうと、できないんですよね。要は、その100円出た結果に対して価値を見出せないんですよ。ね、本当はね、それを積み上げればいいだけの話なんだけども、なんだ、これいつ行くの ?100 万とかね。これ1000円で飯どうやって食っていくの?みたいな話で続けられないんですよ。要は続けられないからスキルが上がらないってことですよね。スキルを上げるため、稼ぐスキルを上げるためには、ある一定を続けないと無理ですよね。例えば大谷翔平さんとかもね、今活躍されてますけども、大谷翔平さんって続けてんじゃないですか、野球ね。あれ、高校で辞めてたら、あの活躍はまずないですよね。まあ、基本的にスキル、人間ロボットじゃないので なんかスキルを習得するってなったら、ある一定の時間は必要なんですよ。これは人それぞれ、やっぱそれは変わってくるんだけども、でもある一定は絶対必要です。人間なんだから。なんかそのコピペしてインストールするとか無理なんですよ。
なんかその野球のバットの振り方もね、じゃあコピペしろとね、コピー&ペーストだと、じゃあ一郎王貞治の一本打法をコピペしろみたいな、できないですよそんなコピペは。じゃあ一本打法するんだったらその練習しないとダメだし、人間なんだから。だからそのスキルを習得するためにある一定続けて時間が必要だよと。だけどその小さい結果に対してそう思うとそこに価値を見出せないので、なんだこれは稼げねえなっつってすぐやめちゃうんですよ。やっぱこれはダメだ、稼げないんだなみたいな。いや積み上げろよと。例えば僕がそのまあセルフバックみたいなの、アフリエイトでいうとまあ誰でもほとんど結果が出るセルフバックみたいな、まあ自己アフリエイトっていうのがあるんですよ。自分で申し込みをしてアフリ報酬をもらえるっていうセルフバック、自己アフリエイトっていうやつがあるんですね。でこれも僕もちょいちょいまだやってるんですけども、多分ね30万ぐらいは稼いでると思いますよ。30万、40万。でもこれも結局積み上げてるだけなんで、でも途中で諦める人はそこに行かないんですよね。逆を言うと30万40万塾費を払ってると思いますけど、だからね僕の塾の中でもなんかそのとりあえずセルフバックで稼げみたいな項目もあるんだけども、僕もまだやってますからね。この前もやったんですけど、そうたまに見てたまにやりますね、未だに。だって申し込むだけなんだから。そう、あとみんなの銀行か、みんなの銀行ってやつもまあ一人紹介すると1000円なんだけども、これももうねもうちょっと30万いくんですよ。まあ1年ぐらいやってますけどね。でもこれが初動で、あたった1000円か、これじゃあ儲かんないなって。いや1000円ごときでね、1000円ごときでこんな大変な思いするのみたいな、とかこんな紹介すると。前もねなんか塾生さんが言ってたんですけど、まあちょっとカツ入れたんですけど、なんかたった1000円でそんなその紹介したくありませんみたいな、なんかまあなんかそんなこと言ってたかな、うん、要は確かに報酬としてはまあこれも考え方なんですよ。まあ普通1000円稼ぐっつったら、まあコンビニで言うならば1時間働かないといけないじゃないですか。じゃあまあ時間に換算してもね、例えば僕みんなの銀行の動画に関しては10分、まあ多いの長いのは30分ぐらいか、まあ平均10分か15分ぐらいのやつが多いんで、まあじゃあ10分にしましょう。じゃあ仮に10分の作業をして1000円だったら割良くないですかと。普通1時間労働しないといけないんでしょうと。でその労働に関してもコンビニで働くんだったらコンビニに行くまでの移動時間も必要じゃないですかと。で一般の人はその移動してそこの現場で働いて1000円もらってますと。まあ自宅にいながら動画を撮ってね、もしそれで10分ぐらいの動画を撮って1000円稼げるんだったら、まあ良くないみたいな。なんかこれをなんかその1000円っていう、だ例えばこの100万稼ごうとしてる人にとって1000円だったらこれだったら飯食っていけないじゃんっていう考え方はできないんですよ。だから そのやることに対してどういう考え方で取り組んでいくのかっていうのが超大事で、まああとはスキルアップですよね。まああのまあ確かにまあ自分の目標値にはこれはまだ全然程遠いけども、これをやることによって集客ができたりとか、スキルアップしたりとか、動画を撮るスキルアップしたりとか、そういう展開して考えることができると続けられるし、うん、僕もセルフバックやってる理由はやることによってシェアできるんですよ。いや僕もやってるしやろうぜっていう、いやこれ稼げんだから稼ぎたいんでしょ、じゃあやればいいじゃんって、やればしかも僕が続けてるんでボリュームが増えていくわけですよ。じゃあこのじゃあ30万ぐらいのボリュームになったとするじゃないですか。じゃああなたネットビジネスで30万稼いだことあるんですかと。僕これあなたができることを続けて30万稼いでますよ、なんでやんないんですかみたいなって言えるじゃないですかっていう。あなたができることを続けて僕30万稼いでるのに、なんであなたやんないんですかと、なんで30万稼げてないんですかと。あなたができることを僕やって30万稼いでます、でなんでやってないんですかと。なんでいろんなノウハウ買っていまだに、逆に言うとなんでマイナスなんですかと、ね、なぜマイナス30万マイナスなんですかみたいな。いやプラスにできるじゃん、自分ができることやっただけでもっていう、っていうな説明もできるので僕やるんですけど、まあ2つ目はそんな感じですね。あの小さい結果に対してどうあの考えてるのかっていうのこれ結構大事ですね、うん、で3つ目がブレる、まあ、自分をの約束を守れない人ですね。自分の約束を守れない人、要は決めたんだけども、まあ、なんかその約束なんですかね、ちょっとスピリチュアル的な話にもなる部分もあるんだけども、単純にまあビジネスライクで言うならば、そのビジネスにとって信用って超大事じゃないですか。
どうですか、信用大事ですよね、ビジネスをやっていくんだったら。信用って、信用信頼って結構大事じゃないですか。で、じゃあ自分がこれをやるって決めるじゃないですか。で辞める、もしくはあの違うまたノウハウを行くとかね、決めたことを破る、決めたことを破る、まあ、僕はね、吉田さん頑張りますみたいな、吉田さん頑張りますと、もうやるやる詐欺に相当会ってきたんですけど僕はねちょっとやるやる詐欺の被害者なんですけどどれだけ今までね、お客さんのやります頑張りますを聞いてきて、やめてった人を見てきたら相当でしょ、数えきれないしね。もうやるやる詐欺の被害者なんですけど、だから要はそのまあ僕は被害を受けてるんだけども、まあ、そのやるって言ってる本人は結局自分に嘘をついてるわけじゃないですか。要は自分で嘘をついて自分の信用をなくしてるっていう、よくみんな自信がないって言ってるじゃないですか。それ自信がないのはそりゃそうだよね、自分裏切ってんだから自信なんかつくわけないじゃないですか。自信っていうのは自分が決めたことをこうやってやってやって、で結果出して、その上で自信でつくのに、自分が決めたことすら破っていく破っていく、いつまでたっても自信なんかつかないし、うん、だ決めたらやる、決めたらやる、守るっていう、これをね徹することが大事ですね。でもほとんど稼げない人っていうのは自分が決めたことを守れないです。で立ちが悪いのが、立ちが悪いのが、自分が決めたことも守れないのにも守れないし、さらに他人のことをああだこうだ言うんですよ。自分が決めたこと守れない、なおかつ他人のことああだこうだ言うっていうね、もう最悪ですねこれね。これは最悪ですね。自分も守れないのに他人のあだこと言うっていうね。これはもう結構稼ぐのかなりきついですね。そう、うん、だからまあ自分が決めたことをしっかり守っていくってことは大事ですね。でもほとんどの人がやっぱ決めても守れない。自分を裏切ってるっていうね話です。で、じゃあ4つ目ですか。4つ目は、4つ目は何だろうな。なんかね、まあちょっと言葉であれなんですけど、表現しづらいんですけど、なんかその好きなことを探してるというか、合うものを探してるというか、なんかね合わせようとしないんですよ。なんかコンテンツビジネスで言うならば、うん、なんか自分、まあこれもよくは、まあすみません、僕はいろんな発信してるんであれなんですけども、なんですかね、自己満になってるというか、うん、例えば僕アフリエイト昔やってた時ね、そのニキビのブログアフリエイトやってたんですよ、ね、でじゃあそう、僕ニキビなのかっていうと、ニキビでもなくてニキビに興味もないんですよ。だけどニキビっていうキーワードに需要があって単価が高いっていうことが分かったんで、ニキビのブログをやってたんですよ。あとダイエットとかね、足痩せとか、足痩せも結構いいんですけど、今も多分いいと思いますけど、その足痩せとかニキビのやってたんですよ。でも僕は別に足痩せ興味ないですよ、ね、だから結局その市場のニーズとマッチングしてるかどうかっていうのはかなり大事なんですよね、稼ぐ上で。だけど自分が好きなことを発信する、ブログで書くとかね、自分が好きなことを YouTube で発信する、別に悪いことじゃないんだけど、ビジネス的に考えると結果を出していくんだったら、結果を出したいんだったら、その発信とニーズが合ってるのかっていうのがもう本当大事で、まあ、アフリエイトでするんだったら、その広告主はどれぐらいいるのか、その広告商品はどれぐらいあるのか、広告単価はどれぐらいあるのかっていうのが大事なわけじゃないですか。アフリエイト広告で稼いでいくわけですから、広告単価はどれぐらいあるんですかと、ね、その広告できる商品、ラインナップ商品はどれぐらいあるんですかと。でその、まあ、ニキビとか緊急性も高いんですよ。だからその緊急性は高いのか高くないのかと。本当ね、だからね、ニキビのね、今もう最近見てないですけど、ヤフーの知恵袋見てほしいんですけど、もうすごい切実な悩みっすよ。だからニキビであのいじめられてね、でこんないじめられてどうのこうのとかね、でクレーターで今こんな状態でこうなってるんですけど、なんか解決方法ある人が分かりません、ですごいの長文書いてますもん。だから悩みが深いんですよ。だからそれは売れますよね、それは売れますよねそれは売れる、緊急性高いんだから。まあ、あとダイエットの、ダイエットも足が太いっていう、これも調べれば出てくるんですけど、やっぱ足太いねっていう傷ついてる女性の悲痛な悩みがこう書いてあるわけですよ。太い足みたいなね。
結構この言葉なんかその痩せたいと思ってるそのコアな一つのきっかけとしてその足太いねっていうこのキラーワードですね。このキラーワードからその足をもっと細くしたいみたいな。でこれも調べれば出てくるんだけども、でも僕は興味ないですよ別に足痩せとかねニキビとか。だけどそこに合わせていかないといけないんですよ。だから僕もなんだそのもともと僕はその表に出るタイプでもないですし、裏方影武者でやってたんですよそもそも。だけど自分でこう稼ぐってなった場合、要は自分で稼ぐ長期的にずっと稼ぐってなった場合、どういうスタイルでどういうふうにやった方が、まあ、長期的に稼げるのか、どういうことをやった方がいいのかって。でまあ、動画の方がファンを作れるし、まあ、それは裏方自体からもそれはまあ売り上げをねいろんな人をプロモートしてたので動画でファンを作るっていうのはすごく効果的だっていうのが分かってたんで、まあ、動画やろうと。でも顔出しかみたいなね、喋るの苦手だしなみたいな。もともと僕喋るの苦手でしたし喋るの嫌いだったんですよ。だけど合わせてたんですよ自分のこう長期的なビジネスをやっていく上で、まあ、これやっとった方がいいよねと。別に顔出ししなくてもできるんですよ。だけどビジネスは信用も大事な部分あるんで、顔を出ててちゃんと定期的にこうなんか発信してた方が信用 してもらいやすいじゃないですかね。簡単にし、まあ、どちらかというと簡単に信用してもらいやすいですよね。日々顔を出してしっかりこう伝えていくんだったら、顔を全く知らないどこにいるのか分かんない人よりかはね、まあ、それも合わせてったんですよ。でできるようにしてったんですよ。でセミナーもやりたくなかったけどやったんですよめちゃめちゃ。だもう最近もやってないですけどね、やりたくないんで基本的に。でもやりました。でもやったおかげで今はやれるようになったし、別にこう人前で喋るってことも全然苦じゃないし、まあコロナもあったっていうのもあるんですけど、まあコロナがもしなかったらまあ多分毎月ずっとセミナーやってたんだよね昔は。そうだとにかくセミナーやりましょうみたいなね、なんかいい人見つけたらとにかくセミナーやりましょうみたいな、すげえセミナーもバンバンやってましたけど、でそれもやりたいからやってたわけじゃなくて、その必要今後必要だなと、人前で喋れるスキルがあった方が、まあ、絶対いいだろうなとか、まあ、あとまあそのセミナー映像も商品にもなるしずっと売れるし、だからいろんなことを考えて合わせてったっていうことですね。喋れるようにしてったと。だけどうまくいかない人っていやなんか喋るの苦手なんでとかね、いやなんか顔出しがどうのこうのとか、なんかねそのなんか合う合わないでそのなんかあだこうだやるんですよ。いや稼ぎたいんだったら合わせろよっていうでも稼げない人は自分にやっぱ合うものを探し続けてるので、いや僕ちょっとその人前でとか喋るの苦手なんでとか、だからそれも考えてないですよね。中長期どういうスキルがあった方がいいのかって僕が行き着いたのは、やっぱその僕はコピーとトークだと思うんですよ、まあ、あなたが行き着いてる答えが分かんないですけど、お金をこう稼いでいく、特に僕はネットビジネスなんでインターネットでお金を稼いでいくんだったら、この書くスキル か書いて伝えるスキルか喋って伝えるスキル、この2つしかないと僕は思ってるんですね。そうで、あなたはどう思ってるか、どう考えてるか、どういうふうに行き着いてるのか分かんないですけど、で僕はまあ書くことは結構やったし、じゃあ喋ることはやってなかったなっつって喋ることをこう始めてったわけなんですけど、まあ今はもう本当喋れますよね。台本なしでもこの5つに関しても今はまあ喋りながらなんか作ってるんですけど、で最後5つ目ですか、5つ目何しようかな、なんかあるか、5つ目、結構言いましたもんね。5つ目なんだろうな、まあ5つ目これでまとめましょうか。5つ目これでいきましょう。すいません、凡事徹底ができない人ですね。まあ凡事徹底っていう言葉はその誰もができることを誰もがやらないレベルでやるみたいな、いやできること、要は何だろうな、できることを始めてないってことです。稼げない人はできることすら今日始めてないってことです。明日やろうとか来年からとかね、今日できることすら明日に引き伸ばしてると、まあそれは無理ですね。今日できるのに今日できることを今日やんないんだったらそれは無理だよっていう。であとはまあなんだ、先ほどもちょっと言いましたけども、例えば自己アフリエイトとかみんなの銀行とか
多分そのネットビジネスでね、ノウハウクロークでは全然稼げてないっていう人より僕それだけでも稼いでると思いますよ。だからみんなの銀行も結構見栄え良くなりましたもん。もうちょっとで30万なんで結構見栄え良くなったんで、かなり使いますね。動画でめちゃめちゃ使います。動画でめっちゃ使ったろうかなと思いますね。だってみんな行かないもん、ほとんどの人が。多分マックス、まあ、みんなの銀行のアフリ報酬って30万がマックスなんですけど、多分ねマックス行く人あんまいないんですよ。まあ、もちろんね数めっちゃ持ってて一発紹介しただけで何百人バーンって来る人はまあ一発では言ってると思うんですけど、僕みたいな小粒が30万までいくって多分これロングでやんないといけないんで、僕はロングでやった結果行きましたけど、もうちょっと行くんだけど、でもそれはなんかやれることやっただけだよって話で、だからそれを伝えるための餌というかね、教材になりますよね僕の結果が。まあ、自己アフリエイトも、まあ、もっと最初から取っとけばよかったんですけど、なんか今僕の副業だったかな、なんか一応再生リストでまとめてるんですよ。でもっと昔からちょっとやってたんですけど、なんか動画で まとめてます。でこれもなんだろうな、始めたきっかけがみんなやんないんで、知っててもやんないっていう、今日 やれるなんかなんすかね、なんか他に求めてるというか、やれることをまずやろうよと、自分がやれること何なんだろうっていうのをやろうぜっていう、なんかなんすかね、まあいろいろまあポイントポイントで言ってますけど、まあ、なんか外部に求めてる、答えを外部に求めてる、本当の答えっていうのは自分の中にあるんですよ。要は簡潔明瞭に言うと、稼ぎたいんだったら稼ぐ気は自分の心の中でどれぐらいの気持ちがあるのかっていうのは、それが具体的なもので、いや僕もいろんなお客さん見てますけど、本当に稼ぎたいと思ってる人は大抵稼いでるんですよ。稼げればいい、いや なんすかね、まあその僕は比較できてるので、すいませんね、いろんな人を見てるので、マジでガチで稼ぎたいっていうやつは稼いでるんですよ。でもなんすかね、ネットを使えば魔法でちょっと稼げるんじゃないかなとか、なんか稼げたらいいなとか、稼ぎたいんですっていうその気持ちのなんかそれが薄いと、結局それまでの行動なんで、例えばなんだろうな、そのそれが露骨に現れる、例えばなんだろうな、あなたのね、あなたの彼女がですよ、なんかその誘拐されましたと、あなたの彼女が誘拐されましたと、で身代金100万用意してしろと、じゃああなたはどういう行動を取ります。まあもちろん警察にじゃあそのね、よくあると思うんですけど、もう警察に言ったらもう秒殺で殺すと、警察に言ったら秒殺で殺すかなみたいな、あなたはどうします。いやすいません、犯人にね、すいません100万僕稼げるスキルないんですけどみたいな僕給料すいません、僕手取り14万なんで100万ないんですよ、貯金もないんですよ、100万なんか用意できませんよって言いますか。言います、言うんですか。多分死ぬ気で100万集めてくれると思うんですよ。土下座して親に借りてくるとかね、金借りてくるとかね、何でもいいんで引っ張ってくると思うんですよ100万を。でそれってなんで100万をどんなやつでも100万引っ張ってくるかっていうと、気持ちが強いからですよね。彼女を救いたいという気持ちが強ければ別にその動くんですよ。土下座してでも金作ってくるだろうし。だから僕アメバ TV でやってた会社は学校じゃねえっていうね、会社は学校じゃねえっていうのをちょっと見た人だったら分かると思うんですけど、まあ起業するときに金を集めてくると、で金を集めるってくるときに投資家の人にこう金貸してくれみたいなね、投資してくれみたいなね言うんだけど、スパゲッティがね出てくるわけさ、食えみたいな、これ食ったら金貸してやるぞって、食えんのかみたいな、こう にらみながら食ってやるっつってね食ってるんですよ。で仲間もね食って、で投資家の人がお仲間も食うかと、お前いい仲間に恵まれたなと、お貸してあると、投資してあると。でもそれね、絶対に成功してやるとか絶対に稼ぎたいっていう気持ちがなかったら落ちたスパゲッティ食わんすよ。食わないっすよ。食えますか。だから本当の答えっていうのは実は外部じゃなくて自分にあるんですよ。
稼げない要因っていうのは、実は本当に稼ぎたかったらやるし行動するんですよ、そんなのは。だからやっぱまあ僕も偉そうに今言ってますけど、なんすかね、なんかインターネットを使うとなんか魔法みたいな、やっぱなんかそういうキャッチコピーも溢れてるんで、なんかちょっとなんか違うんかなと。でもはっきり言いますけど、僕は18年間見てきましたけど、18年見てきた僕があなたにお伝えしますけれども、ネットもリアルも変わんないです。ただネットはレバレッジはかかります。だけど考え方とかやる行動とかはリアルもネットも変わんないです。ただネットのいいところはレバーがかかるってことです。レバレッジ、例えば動画で言うならばね、1本の動画を公開してこれが1億回回ったりするわけじゃないですか。まあ僕は回せないですけどね。要はレバレッジがかけられるって言いますよね。普通だったら1対1だったら1つの人に何か伝える、じゃあ直接会って、まあ訪問販売とかもそうですけど、ピンポンしてね、ピンポンして、あ、よかったらこれ新聞、読売新聞ですけど、みたいな、奥様潜在影響はありますね、みたいな、一人一人やっていかないといけないじゃないですか。でも動画とかだったら、なんだ、あの、まあ、何千人何万人にこうあの情報をね、あのなんだ、読売新聞30日間無料お試しみたいなのを別に何万人に広げられますよね、動画見てもらえればね。でも手売りだとピンポンしないといけないと。まああとメルマガとかもね、一通10分のメルマガを書いて、メルマガ読者数が1万人いるとするならば、ビビって書いてね、10分書いて1万人に届けられると。でも、まあ、先ほど言った通りピンポンだったら1万人に何か知らせようとするとピンポンしないといけないと。だからこれ全然違いますよね。だからネットはレバーがかかると。でもレバレッジをかけるまでやっぱある程度やんないといけないんで、そうで、僕の場合は1動画ね、1動画の再生数が少ないから、これを大量に撮ってるんですよ。いっぱいね、もう2万4000本ぐらい撮ってますけども、もっと撮ってきます。なぜならば1本あたりの再生数少ないんで。だけどもうずっとその動画が、まあ、全部が回るわけじゃないですけど、まあ、そんだけ散りばめてるといろいろ回るんですよ。だこれもまあ逆レバというか、なんか一つに対してバンって集めるんではなく、なんやろな、これも考え方なんですよ。一つが集まんないんだったらもう大量に作ってしまえと。で別にもう完全放置プレイなんで、僕は作ったら。そう。でそうするとまあなんか初動というかね、こう出来上がるまでは大変なんだけど、まあ僕は最低10万本みたいな、あの一応掲げてるんですけど、10万本作ってしまえば、でしかもキーワードもまあまあ意識してね、こう作っていくと、まあ回るんで、まあ再生数がゼロってことはありえないですよ。まあ今もゼロはないですけど、何かしら回っていくんですよ。そう。まあまあまあそういう考え方だから、まあ本数こなせるっていうのもありますしね。だまあまあ話を戻すと、まあ凡事徹底しましょうって話です。まあほとんどの人が凡事、自分ができることすらできてないと、徹底してできてないっていうところが、まあ稼げない、まあ結構、人あるあるですよね。だからこの5つなんか当てはまるんだったら、まあちょっと改善していただかないと、まあちょっと稼ぎ続けるっていうのは、まあワンチャンあるかもしれないですよね。ワンチャンあるかもしれないけど、稼ぎ続けていくっていうのは難しいと思います。まあ少なくてもね、まあ僕がこうお伝えできるのは、この僕少ない再生数で5、6年ですか、まあ、鹿児島で起業してもうずっと飯食ってますから、ずっと売ってます、ずっとです。で今回もまあ商品売るんだけどね。それは何でかっていうと、多分まあ自分で自分を分析するならば、少なくてもそういう考え方があって、いろいろ考えて一応やってるというところがあるので、もし僕にかそのいろんなことを考えてやっていくってことをやってない、ただ何も考えずバカバカ動画をアップしてるだけだったら、絶対売り上げ作れないですよ。結果出せない、商品売れないです。だから今回もね、このシリーズを作ってる理由は商品売るためなんですよ。まあ、これはね、まあ動画でも言ってると思うんですけど、まあいろんな動画あるんでね、まあこの前北海道行ってきて、でまあいろいろ結局そのなんか自己満のぼやきみたいになっちゃったんでね、だからまあちょっとコンテンツっぽく今回こうしていくんですけども、まあそれも考えてね、一応その商品を売るために、まあ見てもらうようにするためっていう。だって僕のぼやきってあんま聞きたくないじゃないですか。ファンの人は別ですよ。だけどなんかその情報を探してるので、なんか話を聞きたいんですよ。コンテンツを聞きたいんですよ。
でそのコンテンツ提供ないと、だから今回5つのポイントとか、あ、じゃあ何かなってなるでしょ、こういうふうにやれば、うん、まあまあちょっとそういうふうにしましたけど、まあまあまあいろいろ申し上げましたけど、まあとりあえず、まあこの5つ本当に大事だと思いますんで、まあ当てはまる方はね直していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、動画の方これで終わりたいと思います。ありがとうございます。